グランドラインに入って間もなく、秘密犯罪会社バロックワークスによる王国乗っ取り計画を阻止する。しかし一刻を争う航海の途上、ナミが突然の高熱に見舞われてしまう。ビビのためアラバスタへ急ごうとするナミだった。この島にはかつて医療大国として知られた王国があった。防政を敷いていた国王のワポルは国内の優秀な医者を呼び集め、ある日王国が海賊団の襲撃を受けるとかなわぬと見た国王ワポルは民を見捨てて真っ先に逃亡。その際ただし一人だけ島に医者が残っているという。その医者の名はドクター・クレハ。人々から魔女と呼ばれる彼女はナミの病状が悪化していく様子を見たルフィはナミを担いで雪やサンジと共にドクター・クレハの住む城を目指して出発する。残る仲間たちも雪山を見つめナミの無事を祈り続けていた。片付いたみてえだな。
まだまだ強くなれる。